東映駅は、愛知県北下良郡東映町大和三和座平栗にある、東海旅客鉄道飯田線の駅である。愛知県の鉄道駅としては最も東に位置する。東映駅は、豊橋駅と辰野駅を結ぶ JR 飯田線の途中、駅の一つであり、豊橋側から見て、愛知県か最後の JR 飯田線の駅にあたる。東映町南部にあたる三和地区に位置し、 町内にある唯一の駅であるが、町の中心部からは離れている。隣の出馬駅との間に、愛知、静岡県境が通っており、県境の東側の浜松市天竜区佐久間町、川上地区の一部も駅税県に入る。利用客は少なく無人駅ではあるが、駅舎は町内で行われる祭りに由来する特徴的な建物が使用されている。 島式ホーム一面二線の地上駅である。ホーム番線は北側が一番線、南側が二番線である。駅舎はホームから構内踏切を渡った先の構内北側にある。この駅舎は東映町で行われる重要無形民族文化財、花祭りで使用される鬼の面をモチーフとしたデザインで、 JR 東海と東映町が共同で1992年に建設した木造平屋建てのべ床面積72平方メートルで駅舎には地域文化とコミュニティ活動の拠点としてふるさと文化交流館が併設されており三振鉄道の資料などが展示されていたが2019年時点では前述の花祭りに関する写真や資料 地元産品や地元愛好家の作品展示スペースとなっている。総建設費は約3000万円で待合室や機器室に相当する部分の費用約600万円が JR 負担、残りの2400万円が東映町の負担であった。また、2011年5月1日に同館内にカフェが開業した。切符の委託販売などは行われておらず、 自動券売機などの設備もない。かつては、駅員の配置があったが1985年以降、無人駅であり、管理駅である、豊川駅の管理下に置かれている。東映駅を開設した、三新鉄道は、現在の JR 飯田線中部にあたる三河川河合、天竜教館を運営していた私鉄である。 1933年12月、三河河井を起点として、三新鉄道が開通した際に、終着駅の三和村駅として開設された。ただし、終着駅であった期間は短く、1934年11月には、三新鉄道が中部天竜駅まで延伸して、途中駅に変わった。本駅はすぐに、三神三和駅に改称している。 1943年8月に、三新鉄道の鉄道路線が買収、国有化され、国有鉄道飯田線に組み込まれる。国有化後は、三河長岡駅を名乗ったが、1956年12月に、現在の東栄駅に改称した。1971年12月には、飯田線合理化の一環として、開業時から行われていた貨物の取扱いが、 廃止された。続いて1984年2月には荷物の取扱いも廃止され、旅客専用の駅に変わった。1987年4月には国鉄分割民営化が行われ、飯田線は JR 東海に移管された。開業時、所在地は北下良郡三和村大技畑であったが、国有化時点では三和村大技長岡となっていた。 三輪村は1956年7月に東栄町に編入され、同年12月に東栄駅に改称している。1985年時点の所在地は東栄町大技三輪となっている。2011年3月改正時点で、下りは1日12本、上りは13本の列車が設定されている。種別は普通列車が主だが、 上りに一本の未快速列車がある。豊橋と飯田の間で運行される特急、稲路は停車しないが、盆年末年始に限り臨時停車することがある。かつては、豊橋と飯田等を結ぶ急行、稲の停車駅であった。東映駅前の風景東映駅前バス停に、停車中の、お出かけ北節駅前にあり、以下の2路線が発着する。 駅東方の県境の橋の近くの静岡県側にある。ありがとうございます。